goddamn Gucci, Louis, three by logo. Who he nigga goddamn? Yeah! お前らみたいなやつが。まだこの町にいたとはな。何が言いて身の程知らずってことだ。言うじゃねえか。でもその口すぐに聞けなくしてやるぜ。やれ。お前らに恨みはねえんだ。これ以上怪我させたくねえ。そんなもんちらつかせたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ兄貴。お前らがかな相手じゃねえ。しかしこいつは店に戻ってろ。言う通りにしろ。しつけがなってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず若い奴からの人望はあるんだな。ふん。もう他人とつるむならごめんだ。搭乗会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ場所だ。ほっといてくれ。話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は組の存亡がかかってる。搭乗会がどうなろうと俺には関係ない。お前は搭乗会に恩があるはずだ。今のお前があるのは組と堂島組長がいたからだろ。あんたにそんなこと言われる義理はね。俺はな、桐生さん、あんただけは信用していたんだ。憧れの存在だったけど今は違う。親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった。今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいない。よくわかってるじゃねえか。あ？お前の言う通り、今の搭乗会にそんな価値はねえ。幹部連中も金勘定ばかりして昔の意向はなくなった。でもな、俺はまだ信じてんだよ。何をだ。風間のおやっさんや島野、そしてお前の親父さんがいた頃の強い搭乗会を。もう一度あの頃の搭乗会に戻るにはお前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をむちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。何しやがる。どうだ、少しは目が覚めたか。
変わんねえな。昔から力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。登場界の運命は全てこいつにかかってる。